ここは筑肥線の虹の松原駅ですね。佐賀県唐津市です。ここ動画唐津編で紹介しなかった虹の松原に行ってみようかなと思うんですけど、なんか案内図にさ、セミの声がしないって書いてあるんですよ。虹の松原の七不思議、セミの声がしない。豊臣秀吉が虹の松原を通った時、セミがうるさく鳴いていたので、うるさいと怒鳴って以来、セミの声が途絶えたと言います。いやー嘘だろう。豊臣秀吉が、低くなれと松を睨んで以来、高くならない松があります。嘘つけ。そんな豊臣秀吉にさ、権力があるとは思わないですけどね。まあとりあえずね。てかセミ鳴きまくってますけどね。虹の松原駅はこんな感じですね。まあこじんまりとして、ただ横にあるトイレの方がなんか立派な建物って感じがしますけどね。まあ自転車がちょこちょこ止まってまして、まあ、あでもそうか、松の木のあたりではあんまりセミの声がしないですよね。てかそれってさ、豊臣秀吉のせいじゃなくてさ、松の木とセミの相性が悪いんじゃないの？あのセミってさ、そのセミが好む木と好まない木があるんですよ。だから松はあんまり好まないんじゃないかな。ここもすでに松林ですけどね、松の木ばっかりですよ。ただ遊歩道にはなってないので、まあその道を横切って、これはなんだ、鏡山入り口、まあその鏡山入り口交差点を横切って向こう側に行くんですね、多分ね。あれ、こっから道が続いてるはずなんですが、あれどこだろう。学校法人唐津学園、虹の森保育園。てか虹の松原ってなんで虹なんでしょうね。虹なんてかかってないですけどね。てか虹、虹の松原ってこういうことなの？なんかもっとさ、林のど真ん中を通るような、なんかないんですかね。こういうとこから侵入しろってこと？いや違うですよ、違いますよね。多分なんかもうちょっとセミの声しますけどね。豊臣秀吉なんて何の力もないですからね。もうすでに死んだ人なんてもう何のね、もう今更ね、豊臣秀吉がね怒鳴ろうと、もうセミには何の力も及ぶことはないですよ。なんだこれ、喫茶店ではないか、スペース？バーガーショップ。あ、バーガーショップ。ほうほう、なんか案内図にあるところの遊歩道とかないのか。まあ、今西側に向かって歩いてるんですよ。西側に向かって唐津市の市街地方向に歩いてるんですけど、入ってみますか。別に入っちゃいけないっていうこともないですよね。別に何かもっとさ、大自然ど真ん中の道がありますよって案内図に書いてあったんですけど、この辺りにそういう道が通ってるはずだったんですけど、なんか苔が、あ、なんか苔が生えてるばかりで、まあこういう道なきところを歩いていくっていうのはね、昔は散々やりましたよね。歩行動画初期の頃は結構廃道歩きとか、その廃止になってしまった道を歩くとか、
そういうことを結構やってましたからね。あ、でもなんかあるな、なんか道がありますね。ほら、なんか道らしきものがねえ、これどこに続いてんのこれこれどこに続いてんだこれ。セミの声しますよね。セミちゃんと鳴いてるじゃないですか。でもちょっとおとなしいのかな。こうして見るとその松の木の立ち方がさ、バラバラというか乱雑ですよね。もうピンピンピンと整然と並んでない、整然と立ってないですね。まあそのね、見られてるところもまた芸術的なんですけどね。やっぱり芸術というのは乱れなんですよね、やっぱね。もう整然とね、前なっみたいな感じで人がね、軍隊のようにね、整然と並んでたら、あんまりその芸術的じゃないというか、自然じゃないというか。もうこういう木なんかもさ、いつさ、倒れてもおかしくないですよね。あ、案内図あるんですけどさ、この遊歩道にどうやって入ってくるのっていう、そういう問題なんですけどね。松ぼっくりたくさん落ちてますね。松ぼっくりっていうのは、松ぼっくりってさ、面白い形してますけど、あんまり使えないんですよね。飾りとしては使えるかもしれませんけど、あんまりそのたくさん拾ったところで燃料として使えるのかな、どうなんでしょう。まあ、少なくとも食用にはならないですよね。にしてもさ、こういう木ってさ、倒れないんでしょうかね。こんなに傾いちゃったらさ、なんかの拍子でドーンとさ、倒れそうなもんですけど、倒れないのかな。それだけ根が強いんでしょうかね。やっぱり人というのもね、やっぱりその、ね、足が大事ですから、根っこの部分というかね。やっぱりその、基本は足。やっぱりね、人の基本っていうのは歩くことなんですよ。やっぱりそのね、ちょっと海の方へ歩いていきます。いや、特に何も、本当にちょっとコメントしようがないんですよね。天気もあまり良くないし、その砂浜だし、別に特に険しい自然ってわけでもないけど、道は続いてるし、なんか柵があるし、これ柵がないと波が押し寄せて、でも柵があっても波を押し寄せるでしょうからね。また戻りますか。視聴者の皆さんもお分かりかと思いますけど、ちゃんとセミ鳴いてますからね。もう秀吉の一括はね、無駄です、ね、秀吉さん残念でした。セミにはあなたの一括は通用しませんでしたってね、そんな感じですかね。たださ、やっぱりセミっていうのはやっぱりその好きな木と嫌いな木があると思うんですね。だからさ、こうやって道歩いててもなんか突然さ、セミの声が大きくなったりとか、ちょっと静かになったりするじゃないですか。でやっぱりさ、セミが好んで群がる木っていうのが多分あるんじゃないかと思うんですね。まずはそんなにセミは好んでないと思うんで、ただ割と桜の木とか好むんじゃないかと思うんですけどね。
まあ、はっきりとしたことはちょっと分かりませんけどね。こう電車の音も聞こえますね。まあ、唐津市は筑肥線と唐津線という2つの鉄道がありますけども、やっぱり筑肥線で福岡へ行く流れのが多いかもしれませんね。やっぱり唐津線で佐賀方面っていうのは、歩行動画佐賀編もやりましたけども、それをご覧になればわかるかもしれませんけど、佐賀っていうのは佐賀県の中心っていうほど、なんていうのかな、そこまでの、なんていうのかな、吸引力がないんですよね。長崎県の長崎とか、福岡県の福岡、大分県の大分、鹿児島県の鹿児島っていうのは結構その、吸引力あるんですけど、佐賀県の佐賀っていうのは、あんまりそのね、周辺から人を集めてくるまでのその、力がないんじゃないかと思うんですよね。失礼な言い方になるかもしれませんけど、だからやっぱり唐津の人はどっちかというと福岡になんか吸い込まれていくんじゃないかなと勝手なね、よそ者の推測に過ぎないんですが、でも当たってるでしょね、当たってるでしょ多分そろそろ駅に戻るんですけど、公式のさ入り口ってないんですかね。まあ一応なんか遊歩道のようなものがあるんですけども、すごいですねこれね。どういう曲がり方してるんでしょうねこのだってさ、この枝がこういう風にぐーっと伸びてきて、なんでここで U ターンするの、なんで S 字カーブ描くのこうやって、まるでなんか峠道みたいですよね。ここで曲がる理由はちょっとさ、どうして君そこで曲がるのってね、ちょっとね問いただしたいですよね。なぜあなたはそこで曲がったのですかってね。なぜそこで人生の U ターンしてしまったんですかって言いたいですね。あ、ここが出入り口なのか。このレストランの脇から入るんですね。わかりづれー。めちゃくちゃわかりづらいですね。で、こうやって駐車場があって、でもこの駐車場は虹の松原の駐車場じゃなくて、レストランのさ、海浜館？海浜館の駐車場なんですね。そして鏡山入り口交差点、そして将来病院の看板がありますね。精神科、心療内科、内科などやってるみたい。だから精神科と神経科と心療内科の違いがちょっとわからないんですが、なんかさ、精神科っていうとなんかすごくこう重症って言っちゃ失礼だけども、ちょっと重症な人が行くところっていう印象があるから、それじゃあちょっと行きづらいわ、私そんなにそんなそこまでひどくないもんっていうね、だからそういう人のために心療内科とか神経、あ、でもそうか、神経科っていうのは精神と関係ないか、神経ですもんね。神経と精神は違いますね。神経っていうのは要するに体の、ね、感覚というか、ね、痛みを感じる神経というか、そうかそうか。そこの注意標識にこの先180メートル、まあ、踏切ありっていう標識なんですけど、汽車のマークですね。汽車ポッポですね。今はもう電車が走ってるんで、汽車ではないんですけども、田舎に行くと列車のことを汽車って呼ぶ人が、まあおじいさんとかおばあさん中心にいるじゃないですか。北海道とか山陰地方とか、まあ東北地方の山間部とか、まあ結構ね、汽車で行くべ、汽車で行くとか、なんかそういう話とかよくすると思うんですけども、でも今はもう汽車ってのものな、汽車もないんだけどなーなんて電車ではないけど汽車でもないよなーってね、機動車っていうのか、機動車っていう言い方もちょっと堅苦しい。じゃあ列車っていう言い方は無難だけど、なんかすごくこう堅苦しいイメージなんでしょうかね、やっぱね。そしてまた精神科、心療内科、内科の看板がありますね。でもさ、なんか精神科ってさ、なんかその保護室に入れられたりとかさ、
なんか電気ショック療法やったりとかさ、南條あやの本にも書いてありましたけど、結局自殺しちゃったりとかさ、あんまりイメージないですけどねって、そんなことはどうでもよくて、虹の松原駅に戻ってまいりました。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。